ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はバイオハザード RE3 の続きやっていきたいと思います。さて、で、ガンショップだね、のおじさん、いまして、娘とね、心中じゃないけど、娘のそばにいましょうということだね。多分ここの鍵。はい。使います。さあ、ここが通路になっていて通れると動きそうだね。なるほどな。向こうにもなんか変なのいるね。あいつはなんだ。あ、なんかメンタマッチョみたいなのが。あそこが閉じちゃダメなのか？うわぁ、クラウンかい。めんどくせえな。ショットギャンヌの弾が欲しい。今もったいなかったな、ハンドガン。あ、これってあれだよね。なんか実績なんじゃない？2発か。ただこれ以上いたらもう、いないか。でもショットギャンヌの弾欲しい。ラクーンタイムスの、まあ、新聞だね。重要な問題提起をしたく筆を取った。子を持つ親なら誰でも知っている。ダウンタウンのクリスタルプロムナードはいつも大勢の家族連れで賑わっている。中でも人気なのはおもちゃやトイアンクルだ。親の財布にとっては敵なようだが。だがその店の屋根の上に設置された巨大な立体看板は風の強い日、いつもぐらついている。どうやらネジが劣化して取れかかっているらしい。あの人形の首がもし上から転がり落ちてきたら、子供たちを巻き込んだ大惨事になる。これは、私はこれまで3度、店舗に直接危険性を指摘しているが、補修工事が行われた様子はない。事故が起こってからは遅いのだ。行政指導による強制撤去も視野に入れた早急な対応を求めたい。ティモシー・ワイルズ。キーピック。あら、炸裂弾。ん？ここしかない？抜け道？静かな道だな。なんだ？あら、ガトリング？ロケットランチャー？冗談でしょ？なるほど。あっ、早っ。死角を。あ、ちょっと待って、マップ出ちゃったな。あ、壁でぶつかってる。あら、危ないですね。なんかとりあえず塞がった感じにはなったけど。さらに食らってんのかい。おろろろ。なかなか武器を持つやつやばいね。完全に抹殺しに来てる感じだね。あれ撃たれて生きてるのもすごい。これは屋上に行くって感じか。右のね。え、食らってんの？マジ？もう回復はないですね。
さて、あ、こっちか。なるほど。助けてくれるのかい？ここはこっちか。あと少しで地下鉄だね。首吹っ飛ぶ。なるほど。なかなかね、すごいね。もう知ってたのかな、あそこが壊れることを。あれ？来てる？オッケー。はい、や足。あ、危ないです。なかなかすごいな、超かっこいいな。グレー、あ、誰だ今撃ったの。あ、その銃ください。いや、今のが作戦。遅っ。え？回復薬が欲しいな。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。ちょっと邪魔だな。とにかくこれでみんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。回復薬とかねえかな。あなたは一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。なぬ。どうして？新たな任務。新たな任務。町を救うためなら何だってやるさ。じゃあ行きます。あ、ついてくるはついてくるんだ。手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレン、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエルバードを探すことだ。これが最終列車じゃないわね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行ってるか。なるほどな。知らない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。シャレオツな会話ですね。重要な研究者だ。彼のワクチンが町を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし、行こう。さあ、この3人で出ると。なるほどな。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。そうだな、このおじいさんあんまり調子よくねえんだな。チームメイトのことが心配か。もっと気になることでも。思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うか。悪っ、笑い方が。今の何？うわ、来てるじゃん。さすがに。あ、時限爆弾的な。あら、悪役。あ、弱っ。
吸い込まれたね。あ、かっちょいい。なるほど。逆にニコライがどう、ニコライ対ジルみたいになってくるね。いや、おもろ。こんなストーリーな。あ、ラクーン警察署に指紋。今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。そんなことはありません。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。なるほどな。この警察署に入ってくんだ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。こっからこのカルロスってやつを使っていく。そしてアサルト、最高ですね。持ち物としても申し分ない。あ、なんかいるかい。ブラッド、やめろ。耐えれる。ん、あれが、お前まで許してくれ。うわ、意識がある。なるほどな。これはちょっと今までとやっぱ違うよね。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が勝たせる。なるほど。おい、やる気か。もったいねえな、弾がね。ん？ほっとけ、行くぞ。あ、捕まるんかい。あれ？開いた？あの警官はどこだ？さあな、それより任務が先だ。あ、そのアサルトもください。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。スターズオフィス、左だな。捕まえる？救助するんじゃないのか。はい。カルロス、これ見てみろ。はい。オフィスの場所が分かった、ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、この子死んじゃうな。じゃあ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。よし、行きましょうか。あれ、弾じゃねえんだ。さあ、こっちだね。ハーブとかも欲しいとこ。これは ID カードの、こ、 ID カードの機能強化。ツールボックス、重火器や貴重品の保管に利用してください。保管ってこと？まあ武器があるんだよね。あれ、声がするぞ。まだ生きてる。ああ、なるほど、ちょうど死んだところですね。あ、そういえばリッカーはいない。いないね。お、ビクンビクン、つられビクンビクン男ですね。敵はいない。あ、なるほど。お出ましか。あ、外す。一発ヘッショ。あ、リッカーいるじゃん。あれ、リッカーではない。なるほど。お疲れした。生きてるね。アイテムはない。そろそろでもアサルト使ってもいいんじゃねえかな。ロッカール CAP。 強敵かもしれん。
ありかね。基地の何か。わかった。カメラで捜索してみる。気をつけろよ。さあ、この奥いそうだな、結構。ああ、いるわ。なんならリッカーいそう。もう開けてください。リローディン200発。まだ生きてる？あと何人いる？いないか。いるか。あ、そちらにも。まあいいか、俺があれだもんな、別に今必要ない。ああ9157、なるほど。これセーブで。カメラが奴らの弱点ならこっちのもんだ。弱点ではないです。お、レッドハーブとライフル、まだ余裕があるな。上にもいそうだけど。カルドス、スターズオフィスはその先だ。了解。この先ね。ここにはいないよな。レッドハーブ、あれ？このメモを読んでるってことは俺はすでに死んでるはずだ。ロッカーから物音が聞こえてきても絶対に開けるなよ、約束だ。あれ、これ人が出るとこだっけ。爆弾で壁を壊すってやり方。保管庫の鍵を持ったお前を追って3階に向かったんだ。うんふんふん。ああ、CAP。なるほどな。先行手榴弾。これ開けない方がいいやつ？ああ、これか。C4。じゃあ一丁ぶち壊してやるか。なるほど。で、上か。これ絶対生きてんな。これさ、やっといた方がよくて。鍵、使い込まれた鍵。あ、保管庫だ。あ、死んでる。ハンドギャン。あ、ここわかんねえな。備品保管庫か。あー、もしかしたら C4 のバッテリーがあるのか。君、あ、めっちゃいる。やばい。入っちゃうか。あ、こっちじゃねえ。こっちじゃねえけど、ちょっと待って、これ。一回ゾンビをさ、あれだね。こっちにしときたいね。電池を外した場合、備品保管庫にて。ああ、なるほど、やはり。ハンドギャン。ああ、お前生きてんだい。出てきそうだな。二人目入ります。そしたらもうそのまま開けて入ります。なるほど。あ、これだ、104。 OK。 あ、いるな。
なるほど。他は106開けれそうだな。これ組み合わせてこれ使っちゃうか。あ、いた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 。もういらんか。あ、グリーンハーバーな。いや、取っとこう。106アサルトの玉玉。2体が来て、ああ、お前かい。ドア待ちはやめておくれい。一発、ああ食らってるか。まあこのまま逃げましょう。上から落ちてきた今。危なすぎねえ。オッケーで使って、これがもういつでも使えるね。一応セーブしとこうかな。さあ下にいるのは分かっているので。うわ、リッカー来ちゃった。逃げましょう。オッケー。あ、ここじゃこれ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。なるほど、来てくれるのか。この先もいそうだな。オッケー。お、ムービーシーンだ。3秒。なぜそんな短い。なるほどな。ああ、いるよね。いるよね。めっちゃいるよね。まだいるかい。あ、めっちゃいるじゃん。めんどくさいね。オッケー。あ、まだいるんかい。いってらっしゃい。ここは緊急スプレー。いいですね。この先もリッカーいるとこじゃなかったっけ。来てるなあ。あいつ厄介だなあ。アイテムないよな。もう歩いていけば。うわ、下にいるんだ。ちょっと待って。あ、関係ねえ。まさかの関係ない。リカ、そうか、目ねえのか。今さら。あ。博士とつながった。やっとつながった。私が何回呼び出したか分かってるのか。もう心配ない、助けてやる。今どこだ。病院から出られないでいる。あたりは化け物ばかりで。でしょうね。スターズをよこせ。出ないとどうにもならん。いや、警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。すげえ怖すぎじゃん。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。お、つわものだなこいつ。知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。めっちゃ怖すぎじゃん。面白いやつだ。お前にはな。それよりバードだが、引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。
従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。なるほど。え、消えたぞ。あ、でもいる雰囲気、いる雰囲気だけ出すやつだ。先行手榴弾ここ、あーまたボックスだ。なるほどね。あーでボックスあって、あとは別に何もないな。あ、レッドハーブ、なんだこれ。あー、アンブレラ所有の洋館、スターズブラボーチームが行方不明事件の捜査のため山地に派遣されるも連絡が途絶える。アルファチームも事件に巻き込まれる。あー、地下にある研究所でね、生物兵器を関する違法な実験 T ウイルスの漏出が原因と見られる。全てが破壊されており、捜査は難航している。前列にいるのはジルか。なるほどね。ジルのどういう存在だったかっていうのを知ったんだね。これじゃあ行くのか。ああ、どうした？ん？ジルか？脱線した？あ、いるじゃん。ジルか？おい、マジか。なんだって？ジル、ジル、何があった？お？ジル、答えろ！これはまた襲われたかな？わかった。バードは任せろ。なるほど。この子また消えるだろうな。あ、ん？どういうこと？一方ジルか。なるほどね。面白いですね、この展開がね。カルロスやったりジルやったりの。いやでもなんかいいね、警察署もやりつつだよね。こっからジルは、でも地下鉄からどうするんだろうな。どっかまた違う場所に行くのか、どうなのか。おもろ。数分前、地下鉄飛んで。いや、あいつがどこ行ったかだよな。悪いやつ。もう笑い方が悪いやつだったもんね。さあ、地上への出口を探す。残ったのは私だけ。ん？ここじゃない。地上への出口を探す。え、こっち行けないよね。いけるんかい。さあ、ここは、あ、アンチか。カルロス、聞こえる？あ、ここでだね。カルロス、さっきのね。最悪。あれ？通じない。なるほどなるほど。はい、ということで、まあ今回はこの辺までにしましょうかね。マインスロワーだ。なんだこれ。ああ、着弾後振動もしくは一定経過すると爆発する。後ほどってことか。面白いですね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回よろしくどうぞ。皆さん良き夜をお過ごしください。